羽生結弦が好き、最も多いのは50代女性、可愛さとかっこよさを兼ね備え。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートでは圧巻の演技で人々を魅了する羽生結弦。彼をどのように評価する人が多いのか。フィギュアスケートの世界で人々を魅了する羽生結弦。中でも女性ファンが多いことで有名である。羽生結弦が好き、3割程度。調べ絵編集部では全国10から60代の男女1844名を対象に調査したところ、全体の 30.8% が羽生結弦が好きだと回答した。女性からの支持が高い、青年代別では30代以上の女性が高い割合になっている。羽生結弦は、やはり女性からの支持が高い。可愛い顔をしているのに、演技に入ると力強い表情を見せるところがいい。今までフィギュアには興味がなかったけれど、彼のおかげで詳しくなってきた。40代女性。プーさんを抱いてあどけない感じなのに、実はストイックだというギャップが魅力。可愛さとかっこよさを兼ね備えているところが、女性にはたまらないのだと思う。30代女性。ナルシスト発言に同意。よくナルシストと言われるが、それがスケートに生きているとの声もある。村上佳菜子が、羽生結弦はナルシストと言って炎上していたけれど、これは僕も同意見。自分の魅力を知っているからこそ、あの綺麗な演技ができるのだと思う。30代男性。容姿が評価されるが、イケメンとは思えないという男性も、容姿が評価されることが多いけれど、僕にはイケメンに見えない。男性は、もっと男らしい顔を評価する人が多いから、女性はあのような、可愛い顔が好きなのだろうな。40代男性。スケートを見てほしい。羽生結弦の魅力は、何と言っても美しいスケートである。羽生結弦さんを嫌っている人には、見た目や発言を批判している人が多い。アスリートなので、そんなところはどうでもいい。もっと、演技に注目してほしい。50代女性。女性ファンが多いので、演技以外の部分を取り上げられるのも仕方ないと思う。ただスケートの美しさを見れば、誰もが評価するはず。40代女性。羽生結弦の活躍に、これからも注目していきたいものである。取材文、調べ編集部、ニャック。羽生結弦プロフィール、宮城県出身。2014年ソチ五輪に出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平昌オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。